はい、下げ好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、またしてもですね、残念じゃないんだけど、まあ、ウイスキーなんですが、スコッチをまた買っちゃったと。ね、まあ、クリスマスイブなんでね、ちょっと、冒険しようかなと。ティーチャーズハイランドクリーム、という、スコッチ。俺が大嫌いなスコッチ。をまたなぜか買ってしまった。これはなぜ買ったか。というとですね、このティーチャーズという、こちらがですね、2ちゃんのスレではね、なんか変にね、依存性が高い酒なのか、ウイスキーなのかわかんないですが、そうらしいです。うん、かなりね、愛飲者がいるんで、ちょっと買ってみたかったと。アルコール度数40度。値段が、1200円ぐらいでした。はい。うん。これがですね、スコッチでもね、ものすごい癖が強い。という噂がありまして、いかがなもんかなとは思ったんですが、それがゆえに、ね、中毒者もいると。じゃあ乾杯。あら。あら。あれ、全然、スコッチ的な感じが。ほとんどない。ん？あら、美味しいぞ。あ、若干まずいっちゃまずいかもしんないけど。でも、スコッチの中で一番うまいかもな。今のところ。あのね、口当たりがまろやかです。うん。すっと優しく入ってきて、そこまでこう、口の中で暴れない感じ。うん。で、香りが、ちょっとスモーキーな味が、香りが、するかな。ってぐらいですね。このティーチャーズ。は、先生と呼ばれて、2ちゃんで、ね、呼ばれてまして、先生好きですとかってね、いろいろ、言われてます。あら、案外美味しい。スコッチの中でまだ一番うまい。まだ一番美味しい。ちょっと水割りで。ホワイトアップあたりでいただこうか。トワイスアップ。うん。うん。だいぶ甘さが感じられるようになったね。うん。うん、まあ確かにスコッチさはあるんだけど、スコッチのこの独特の香りっていうのはあるんですが、全然弱いですね。うん。全然弱い。はっきり言って。多分角瓶のね、3分の1ぐらいのね、まずさが抑えられている。だいぶ。うん。これ美味しいじゃん。ティーチャーズ。スコッチさはないけどね。スコッチさはないスコッチ。
みたいな感じですかね。うん。これスコッチなんだっていう感じです。うん。うん。香りもあんまり、うん。香り弱いし。うん。若干甘さが強いかな。うん。結構甘めです。うん。おかしいな。二ちゃんのスレだと、ものすごく一番癖が強いって聞いたんだけど。どこが強いんだ？全くわからん。わからない。全然わからない。全然わからない。むしろ弱い。部類的にはかなり弱い。スコッチの、スコッチ風味が全くない。珍しい。俺でも飲める。角瓶よか弱い。もう角瓶、で、ほとんど俺の中で、角瓶がもうスコッチみたいな感じになってるんですけど。うん。その味があんまりない。うん。三分の一ぐらいだな。角瓶の三分の一ぐらいの香り、味。うん。で、甘みが強い。うん。ので、だいぶ、美味しくはないけども、まずくもない。うん。うん。うん。ああ、今年もあれか。今年もあれか。クリスマスイブか。うん。まあ、クリスマス、まあでもあれか。別にまあクリスマスはまあ別にまあはあはあでぐらい終わるんですけど。ねえ、年越しぐらい、まあ31日ぐらいがやっぱりね、こうなんか今年を振り返るこの、うん。ものになってきそうですけど。まあ、多分31日も、ね、ガキ使を見ながら、酒を飲みながら生放送しながらでこう、多分やると思うんですけどね。うん。まあ、うん。そんな感じだと思います。ね、今年も変わらず、来年も変わらず、コクが三つ星、甘みが四つ星、香りが二つ星、いや三つ星でいいか。という感じかな。甘み四つ星。おすすめ度三つ星。
でもスコッチの中では一層推しですね。スコッチだったら。ね。はい。コクが三つ星、甘みが四つ星、香りが三つ星。まあ、特徴としては甘みかな。で、香りが弱いかな、とは思うんだけど、でもスコッチなんでちょっと、うん、強く感じはするんですよね。ちょっとね。うん、まあ、少なくともスコッチなんで。死んでもスコッチですからね。おすすめ度が三つ星、まあ、こんなもんでしょう。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。